1943年に第110オーストラリア軍病院で患者を治療するために使用されている木の肺、木の肺はボスレスピレーターとも呼ばれ、1937年にエドワード・トーマス・ボスによって発明された負圧換気型の人工呼吸器である。一般的には鉄の肺と呼ばれていたものの簡易版で合板で作られていたことから、鉄の肺に対して木の肺と呼ばれた。 1940年代から1950年代にかけて、ウィリアム・モリスの支援によって、英連邦病院に無料で提供されたことにより、広く使用されるようになった。1937年に、オーストラリアが直面していたポリオのパンデミックに、対して、当時、鉄の肺は、病気の合併症である、麻痺性呼吸障害を治療する主要な方法の一つだった。 人工呼吸器は以前にも開発されていたが、鉄の肺自体はまだかなり新しく、1928年にフィリップ・ドリンカーとルイス・エーショーによって開発された。鉄の肺として知られるようになった彼らの開発した人工呼吸器はポリオに苦しむ患者の寿命を伸ばす効果的な手段であることが証明された。ポリオによる 呼吸不全で2日後に死亡すると予想された患者は2週間人工呼吸を行い回復した。しかし、オーストラリアでは鉄の肺の広範な使用は非常に高いコストをはじめ多くの要因により困難であった。アメリカでも同時期にポリオのパンデミックが起きており輸出が困難になっていたことも問題であった。アデレード大学に在籍していた。 発明家であるエドワード・トーマス・ボスはパンデミックによって起きた人工呼吸器の需要を満たすための代替手段を提供するために木の灰を作った。エドワードは弟のドナルドと一緒に防水キップメント・リミテッドを運営しており、以前に医療機器を開発していた。ボス博士が独自の鉄の灰を作成するのに数週間かかった。これをボスポータブルキャビネット・レスピレーターと名付けた。 鉄の灰とは異なり、ロスの人工呼吸器は、後半で作られていた。これにより、価格が抑えられ、持ち運びが要因になった。どちらの木の灰もわずか100ポンドで、軽量で車輪が追加されているため移動可能で、病院内部の工房で自作できるほど、シンプルであったため、すぐに成功を収めた。携帯性は、他の可能性も開き、その結果、 デバイスからの拡張支援が必要な人々は個人の住居で一つを使用できた。実際2003年にはビクトリア州内の住居で使用されている木の灰が5台あった。オーストラリア国立博物館に展示されている木の灰1938年にエドワード・ボスの弟のドナルドは発明した神殿系を売るためにイギリスを旅行していた。そこにいる間彼は BBC ラジオで 田舎の病院に住む若い患者の治療を助けるための鉄の灰が必要であることを知った。呼び出しに応じて、ボスは工房を借りて、24時間以内に木の灰を組み立て、そして木の灰は、ロンドン軍議会の承認をすぐに得ることができた。その後、彼は滞在中にさらに多くの人工呼吸器を作り、一つは、ラドクリフ診療所のナフィールド病院に送られ、 そこで木の灰の短編フィルムが作成された。この映画は、その後、医学部教授である、ロバート・マッキントッシュによって、ウィリアム・モリスが鑑賞した。ナフィールド・卿は、自動車メーカー・モーリスの創業者であり、事前家としても知られていた。ナフィールド・卿はその年の11月に、木の灰の製造のために、自動車工場の一部を引き渡して、必要とする連邦内の病院に呼吸器を無料で、 影響することを申し出た。当初の反対にもかかわらず、ナフィールド教は医学雑誌、BMJ で鉄の灰の特許を侵害し無断使用した機器を製造して病院に配布したことを非難された。1700台を超える木の灰が病院に配布された。例えば、1950年代初頭までに英国には700を超える木の灰があったが、鉄の灰は50台しかなかった。 ありがとうございます。